でもさ、お前プロジェクト企画やってたじゃん、前。あれ、終わったの？まだ。お前さ、かわいそうだろ。お前、もう首長くして待ってるぞ、お前。住所変わった人、教えてね。新年度で住所変わっちゃった人。新しい、そうだ、引っ越してるパターンあるぞ、お前、4月でさ。ね、まあ、転送。実家に届いて、ちょっとなえるみたいな、あるぞ。転送してください。お前、実家の住所も、どっちも知られることになるじゃんって思うことになるけど。怖えよ、それ、お前。まあ、そうだよな。だって、普通に知らない人だもん。言ったら。怖いよ、ね。言ったらな。怖いよ。どうすんだよ。じゃあ、2000円入れて送ります。怖えよ、お前。2000円入ってたら。知らねえ人なんだろ、自覚的にお前の辞任は。それ、そんな人から突然荷物が届いて、開けたら2000円怖えだろ。あと、レターパックで現金送るや全部詐欺だから。なんで今その説明してんだよ。ちなみにどんぐらい残ってんの？お前の。あ、もうね、前回一回送って、もうそのまま、まだ今。お前。そんなことなら、最初から、そのプレゼント企画のことなんて知らなければよかったってみんな思ってる。でも、もらえた人がいるのが悔しすぎるって思ってる。そうか、ファン。それはそうか。ちゃんとファンのこと考えてんのか、お前。お前すごいね、なんか。お前プレゼント企画さ、なんで忘れちゃってたんだよ。忘れちゃってないよ。やらなきゃなっていうのを胸に秘めつつ、机に向かえない日々。お前、姫兄じゃん、お前。姫兄じゃねえだろ。え、女装の声低い女装の人？何人ぐらい保留してるの？あと、20人ぐらい。お前。2日かかる。丸2日。想定外なことが起きて、あと、プラスね。はい。ガチャブッガチャの景品を送るっていう名目でやってるんだよね、まずね。はい。ついでにメッセージカードつけますみたいな。はいはい。やってたんだけど、ポストにさ、入れるのって3センチ未満じゃないといけないんだけど。はいはいはい。俺が余ってるガチャガチャ、ほとんどが3センチを超えてたんだよ、ね。普通郵便？なんか100均にさ、3センチ、なんか厚みいくつかっていうのを測れる板があったから、それを買ったんだけど。はいはい。取らないってなっちゃって。四角い穴開いてるやつ、そうそう、四角い穴開いてるね。あれ買うやついねえよ、お前。なんであれ買うんだよ。まあ、お前がケツ叩いてくれてよかったよ。ほんと、あんま、さ、こんなこと言いたくないけどさ、ファン舐めんなよ。あんまり言わないで。その何、追加分料金が発生するってこと？もし3センチ超えたらね、100円ぐらいだけどさ、あれじゃん、あっち側で払わなきゃいけなくなるじゃん。え、そうなの？ちゃんと戻ってくんのかな。戻ってこない、俺住所書いてないもん。発送するときに払えばいいんじゃないの？俺ポストに入れてるから。あんまこういう言い方したくないんだけどさ。大丈夫かな、これね。え、お前テロリスト？テロリストじゃねえよ、お前。で、お前さ、前配信で言ったけどさ、遅れちゃった人っていうか、一番最後の方の人たちにはどういうケアするの？最後の方の人たちにケア？かわいそうじゃん、だって。まあね。じゃあ2個入れます。おい、何を？爆弾？爆弾入れねえ、俺。俺ガチャガチャ40個送んの？ちょっと待って。1万2000円分じゃん。勘違いしないでほしいところではあるんだけど、うん、みんな別にガチャガチャ欲しいわけじゃないから。
あ、そうなの。うん。あ、そうなの。お前がいらないと思った、うん、不要なガチャガチャって、うん、みんなからしても不要だからさ。あ、そうなんだ。珍しいね。お前もいらないと思って送ってんだろって。なんだよ、珍しいって。俺は被ってるからいらないけどさ。被ってない人は嬉しいでしょ。いや、集めてねえんだよ、みんなは。別に。でも、二階堂さんがやってるんだ、嬉しいなと思って、応募してるんだよ。あ、そういうことか。だから、そのガチャガチャ増やすってなってもな、ちょっと、うん、ちょっと違うんじゃないかとは思うね。ちょっと違う？うん。何がいいの？案としてちょっと聞いとくわ。で、その、うどん札とか。え？はい？うどん札。うどん札？うん。え？ん？丸亀製麺の？あ、丸亀製麺の。もうやつ。いらねえだろ、そうそうそう、あれ一番。じゃあ、お前の手書きのうどん札にしろよ、じゃあ。手書きのうどん札ってただの紙切れだろうがよ。何の効力もない。まあでも、やっぱ、うん、お前を感じれるものの方がいいからな。クレヨンでお前絵描くとかどうよ。あ、いいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん。俺、あるよ。絵描く用の紙と、色鉛筆。いいじゃん。色鉛筆もある。色鉛筆、じゃあ色鉛筆で、うん、その人のための絵を描くって。これ、遅れちゃったお詫びでね。ごめんねって。いいじゃん、いいじゃん、うん。それさ、もうすでに送ってる人たちがさ、だったら私も遅れて欲しかったわー、みたいな人出てきたらどうする？もう死ねよ。なんでだよ。なんでそっち側には寄り添わないんだ、こいつ。えってなるとな、相当時間かかっちゃうね、やっぱね、さらに。まあ、そうだね。うん。とんでもない時間かかっちゃう。そうだな、年内間に合えば、みたいなところある。お前さ、オーダーメイドの家具だったらわかんない。半年待つとか。お前が始めたんだろ、その。そうだね。プレゼント企画。うん。半年も待たすな。まあ明日、暇だからやるわ。なんかダラダラしちゃう、帰ったら。特にお前が配信、ちょっと今日厳しいかもって時はもう。あ、じゃあそういう時に言うかしら。見れたもんじゃない、もう。うん、見れたもんじゃないのか、お前は。そう。どんな感じなの、お前。え、もう。どっちがソファーかわかんない。え、誰から見てそれね。それ誰から見ての話なの、それは。誰から見て、それ誰から見ての話、誰から見てとかじゃないけど。それ誰から見ての話、ね。なんでそこすごい気になっちゃったんで。誰から見てとかじゃないだろ、こういうのって。シンプルに髪の毛とか、いや髪の毛とかが一番欲しいだろ。いや一番いらねえだろ、髪の毛。一番欲しいだろ。怖いだろ。ポリジュース薬に入れて飲むだろ。飲まねえよ。なんでなろうとしてんだよ。じゃあ、お前分かった、うんうん。クレヨンでがっつり描いたら、うん、そりゃ、ご褒美すぎる。だから、ボールペンでシャシャシャって描いたら。あ、で、ボールペンで側描いて、うん。あとは個人で塗ってもらうか。なんでピカチュウなんだよ。なんでピカチュウ確定なんだよ、塗り絵といえば。そんなことないよ、別に。雑な絵ぐらいだったらね、お前の労力も少ないし。ね。春道ぐらい頑張ろうとするから、お前はさ、今しんどいなと思うわけだ。うん。何もその春道にならなくていいんだから。春道にならなくていい？うん。春道ぐらい頑張ったらやっぱ絶対きついんだ。そんな。決まってるもんだって。春道って誰？ん？え、あ、柴崎春美。お下の名前で言うな、あのおじいちゃん。柴崎さんで通ってんだよ、あのおじいちゃん。あ、そうなの？うん。ちょっとすいませんね、本当に遅れちゃって。お前、ここ、親身なのなんなん？ありがたいね。コンビのうちどちらかが狂ったら、どっちかが舵を切る。これ鉄則だろ？俺、狂ったんだ。インパルスみたいなもんかって。罪下ばっかりじゃん。インパルスは罪下が狂い続けてるじゃん。あ、そうだね。じゃあ、お前が罪下だね。なんか、すっごい嫌だね。最近もね、ガチャガチャ引き続けてるからね。薄めのやつが結構あるよ。
薄めの、これは確実に送れるだろうなっていうのが結構溜まってきてる。もうお前、うん、送るためのガチャガチャ引いてんだ。うん。うん。ミカモの日常スタンプ買いたいです。売ってください。売ってください。私目に売ってください。私目に。私なんかに。私ミカモ。もったいないですけれども。私なんかが。私なんかに、買えるかわかりませんけど。買えるかわかりませんけど。